野毛応援団のですね、まあ、団長さんもあの団長ということで、野毛の万里の福田さんが、旗振りになったんで、ちょっと福田さん、あのご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いします。今あのご紹介いただきました福田でございます。私はあの、母親の後を継ぎまして、野毛の万里という行団をずっとやっております。で、野毛のちょっといろいろ私が携わって過去25年ぐらいで、大道芸とかですね、それから半間の芸っていう雑誌だとか、それから野毛大道芝居で、それぞれ皆さんがまあ、いろんな思いで、参加していただいて、で特にあの大東芝居の高橋翔平さん、それからあの去年の7月の会にもらった平岡さん、それぞれ人間は自由な人生を送るべきですよ。で、人というのはそれぞれいろんなやっぱりこう病んでいたり、それから障害があったり、そういうような人が多い。でその人たちが助け合っていろいろ面白い人生、いい意味のある人生を自分なりに、世のため人のためじゃなくて自分にとって意味がある人生を送ればいいんじゃないかということでずっとやってまいりました。実は私もあの障害者であるんです。でどういうことかというと、実は色弱です。色弱ですので、免許を取るとかそういう時にはいろんなところでもって、障害がある。で、全ての人間というのは、私は、全ての人、国、それから地域、それから家庭、全てがフリーク、つまり欠陥者だと思っています。で欠陥者っていうのは、欠陥者なりに自分を認めて現実を受け入れて、そしてお互いにその自分のその能力、自分はこういう欠陥がありますよ、でもこういう特別な能力がありますよということをお互いに支え合って世の中を生きていくのがいいんじゃないかと。それによって相手に対しての思いやり、それから自己認識ができるんじゃないかと思います。でそういう意味で今回のゆずりはるのその映画に関しては、自分の問題として応援しようと思って今日こういう会をさせていただきました。皆さんご参加いただきましてありがとうございます。